こんばんは、高野くもです。先ほどトランペッターフレディ・ハバードのオープンセサミを聞いたんですけれども、やっぱりいいですね。久々に聞いたんですけれどもね、これはブルーノートでのですね、初レコーディングであり初リーダー作でもあるんですね。22歳のフレディ・ハバード、トランペットがみずみずしいというか、演奏全体がもうみずみずしいですよね。すごい勢いにあふれていて、なんかこっちも若返るような気分になってしまいます。でちなみにこれは1960年の6月19日に録音されています。でティナ・ブルックスがね、テナーサックスで参加しているのもね、いい味を添えているんですよ。もう隠し味、コクを出す出汁みたいな感じがしますね。まあ出汁といえば、どちらかというとね、サム・ジョーンズのベースが隠し味とか出汁なのかもしれませんけれどもね、ティナ・ブルックスのですね、ちょっとくすんだテナーの音で、柔らかくてですね、アーシーな感じがすごくですね、フレディ・ハバードのみずみずしいトランペットと良い対比をなして彩っているんですよね。まあハンク・モブレーとリー・モーガンの組み合わせを彷彿させるような、まあ、別なテイストではあるんですけれどもね、やっぱり良いテナーと良いトランペットが絡み合うと良い音が生まれますね。あとさっきから私はみずみずしい若いって言ってますけど、実際ねこれ結構みんな若いんですよね。マッコイ・タイナーピアノなんですけど、マッコイ・タイナーは確か20歳そこそこだったと思うんですよね。20か21ぐらいだったと思うんですよ。あとはベースもね、クリフォード・ジャービス、あ、ごめんなさい、ドラムス、ベースサム・ジョーンズだもんね。あの、ドラムのクリフォード・ジャービスも、確かね、18歳なんですよ。だから結構みんなね、若いんですよね。それでもう、えいやーって感じで、勢いと、あとやっぱブルーノートらしいね、きちんと練り込まれた、練習されたですね、作り込まれた、まあ、作り込まれたっていうとちょっと意図的すぎるかもしれませんけど、まあ、もちろんねテーマとかのアンサンブルがきちんと作り込まれた充実したですねアンサンブルを聴かせていただきつつですね、アドリブでは火を吹くフレディ・ハバードっていう感じで、とても聞き応えのあるアルバムで、本当に勢いのある一枚だなと思っておりますね。まあ、個人的にはですね、一番嫌いな曲がジプシーブルーなんですけれどもいや、あのこの中でですよ、一番嫌いっていうとちょっと変なんですけれども、散々ね昔一時期フルートの人と組んでたことがありましてですね、ジャズのコンボを、この曲大好き、この曲ばっかやっててね、もういい加減飽きたっていうのもあるんで、まあ、別にこのフレディ・ハバードとかティナ・ブルックスさんたちには罪は全くないんですけれども、個人的にねもう食傷気味みたいな、あとフォレスト・シルバー的なねエキゾチックムードで出してるのがいい曲もあるんですけれども、時々私あのフォレスト・シルバーのちょっとエキゾチックすぎるフレバーが鼻につくこともあったりもするんですよね。だからそれの悪いところがなんかこの曲にね、まあ、別にフォレスト・シルバーの作曲じゃないんですけれども、なんかフォレスト・シルバーの私がちょっと鼻につくエキゾチックテイストみたいなところが出ちゃってて、あ、この曲好きな人ごめんなさいね、あくまで私の個人的趣味なんですけれども、もちろん演奏はものすごく充実してるんですけれども、でさらにねこのアルバムを代表するねジプシーブ代表する曲がジプシーブルーだということは分かってはいるんですけれども、なんかちょっと苦手かな。で、まあ、たまに聞くと、あ、いいな、タラララララタララーンって思うんだけれども、うん、まあちょっとね飛ばしはしませんけど、演奏はとても充実してるんですけれども、それを聞くんだったら私はね、オールはナッシングアットオールとかワンミントジュレップの方がいいかななんて思っていますねごめんなさい、あのジプシーブルー好きな人は、うん、あとは、うん、やっぱり個人的にはオープンセサミだったりとかオールはナッシングアットオールとかワンミントジュレップあたりが好きかななんて思ってますけれどもね。ただね、これあくまでちょっと正直に私の好み言っただけなので、やっぱりねこの充実したアンサンブルともう安定したこのメロディーみたいなのでは、やっぱりねジプシーブルーはあの個人的好みはさておいて、やっぱりこのアルバムのへそというか肝でもありますし、すごく充実したアンサンブルで音楽的な完成度もとても高い演奏だとは思いますので、やっぱりオープンセサミを代表するナンバーであることは確かですので、まあもしこのアルバムに興味持たれた方は、まあ、ジプシーブルーから聴いていただいてもよろしいかと思いますし、やっぱりこのアルバムのイメージ決定づけるのってやっぱりジプシーブルーだと思いますのでね、まあ、ぜひねあの私がねちょっと鼻につくななんて言ったからってこと真に受けないで、まずジプシーブルー好きになってください本当に私も好きな時期ありました。ただ本当にね
聴きすぎやりすぎって感じなだけなのでね、だから、うん、いい曲ですよ、いい演奏ですよ。まあとにもかくにもまあね、格論でねジプシーブルーだけつつしてもしょうがないんで、ジプシーブルー含めこのアルバム全体に漂うですね、本当に勢いあふれる感覚、そういうのがやっぱりねいいので本当にいいです。だから格論で1曲だけ突っ込んでああだこうだ言うよりも全体を通してですね、ああなんかお腹いっぱいたっぷりなんかジャズ味わえたぜっていうね、そういう充実感を味わえるアルバムであることは間違いありませんので、まあ久々にですね、多分持ってる方多いと思います、好きな方も多いと思います、でも3年以上聴いてない人もきっと多いと思うんですね。そういう方はまあ久々にね疲れた時とかにでもこれを聴いていただいてですね、おお若返ったぜと思うのもいいんじゃないかなと思いまして吹き込まさせていただきました。ということで、今回はですねオープンセサミのフレディ・ハバード、逆だフレディ・ハバードのオープンセサミについてなんかダラダラうだうだと語らせていただきましたけれども、皆さんは、このアルバム好きでしょうか。ということでまた別な動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイよ。